おはようございます今日はね野毛犯事件,いししンン事件聞かれたことある方聞いたことありますよねで大体あの負けた負けたと言われてるんですソ連という国がありました20年ほど前ですかロシアと国に変わりましたけどもソ連がいつできたんでしたっけ ?1917 年にロシア革命第二次ロシア革命ですね 第一次の時がちょうど日露戦争の時でした。それが第一次の時に一生懸命手伝ったのがこの福岡出身の赤石元次郎でしたよね。<は>まあ十周年できました。そしたらですね、アメリカもイギリスもフランスもそこら辺ヨーロッパですね。それから日本も世界の 共産化共産主義化をすごく恐れます安倍首相が70年談話を出しましたねその時に安倍談話の中で出てきたのが100年前ふっとアジアジを見ただ何が出てくるかって言ったら白人による植民地支配なんです。 ね、シベリアは出兵しますこれは1919 19年そうやって一生懸命するんですけどもだん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 スターリンもですね権力をつけてですねあの強力な国家になっていきますそうするとやっぱり周りを守らないかんです自分たちはもう憎まれて分かってますからだからソ連がこうあったらここにチャイナがこうありますここにある国は何ですかこれがモンゴル共和国です でモンゴル共和国でここであのモンゴルにこう入っていくんですけどもこの時にですね満州国って作るんです日本がその時にボコッとこう南モンゴルと北モンゴル分けちゃったんでこれが今北の方が、えー、モンゴル共和国と言いますこっちの方なんて言うかっ言ったら内モコと言います。で今日のの話はちょうどこの あのモンゴルとそれからあの満州国の国境沿いここら辺のところですここら辺のところで起こった事変のことを言います、ね、これがバランスが取れないでアンバランスになった時に特に15万対4万とかなった時におこの戦やったら勝つなと思ったら戦争が始まるんですどんな時戦争が始まるかっ,て言ったら15万対15万の時には戦争始まらないんです野毛犯事件まとめますとね これはね、日本とソ連がぶつかった戦いですこれが起こったためにソ連は昭和20年8月9日まで日本に攻めてこよう,うとしませんでしたなぜかというと日本軍が強いと分かっているんですそれともう一つ日本が不拡大方針を取るという情報がスパイを通じてソ連に分かってましただから 絶対にこれ以上は攻めてこないと分かってるから向こうは大きく来たんです不拡大戦術を向こうに伝えてなかったら多分3分の1ぐらいしか戦死者はいなかったんじゃないかなと思うようなものがありますやっぱこういうのを学びながらやっぱ現代を学ばなきゃいけないと思いますそれでは今日は終わりますお疲れ様でしたはい。